戦闘態勢を解除します。
定を解除します。プログラムを取得しました。アンチステルス機能モジュールを取得しました。アンチステルス？物質の視覚的特性の特異点を抽出し仮想的に視覚化する機能モジュールです。簡約すれば今まで見えなかったものがかなりの確率で見えるようになります。
体反応の確認される建物をマーカーで示します。逃げ遅れた人たちの近くで戦わないように注意してね。戦闘態勢に入ります。敵 AT 接近中。戦闘による周辺への被害増大中。Thank you.
です。フレームランナーの力量から判断すればこんなものでしょう。メタトロンを取得しました。ジェフティの人工知能、つまり私が作られた場所です。現状特に必要性は感じませんが、何かあった時は立ち寄ってみましょう。分かった。エーダの故郷か。その表現は適切ではありません。私を擬人化しても意味がありません。分かったよ。ジェフティの駆動原理が発見されている。もういい。そう、どうし
ちゃったんだ。ねえ、レオ。なんだ。さっき敵の機体を動かしてたでしょ。え、ああ。あの時、そこのモニターに変なメッセージが流れてたの。レオは戦っていたから気づかなかったでしょうけど。ちょっと待って、確認してみる。なんだこれは。まさかウイルスに感染。しまった、さっきのプログラムウイルスに感染してたのか。どうするの。わからない。そうだ、エーダを作ってた研究所が近くにあるって言ってたな。そこに行けばワクチンプログラムのようなものがあるかもしれない。レオ、行きましょう。ここがエーダの故郷。ここならローカルサーバーはありそうだぞ。そうね、エイダさん治るといいわね。今は一体。メタトロンを取得しました。クソ、修理が効かないぞ。これもウイルスの影響か。早くワクチンプログラムを探しましょう。この先は戦闘エリア内です。戦闘によるコロニーへの被害増大中。周辺への被害増大中。敵機撃墜。パスコードを取得しました。戦闘態勢を解除します。パスコードが必要です。を取得しました。エイダシステムのリカバリングを開始します。治るのか。リカバリングを終了しました。ジェフティのコントロールを再開します。エイダ、何でしょう。もう正常に戻ったのか。自分が正常かどうかを規定するのは困難ですが、先ほどのウイルスコードの影響がなくなったかということであればイエスです。助かったか。すでに該当の機能モジュールは消去しました。いろいろご迷惑をおかけしました。え、今なんて。繰り返します。いろいろご迷惑をおかけしました。ああ。ミッションを継続します。
定を解除します。戦闘態勢に入ります。大型オービタルフレームとの戦闘分析結果を報告します。現状のところターゲットが放つエネルギー兵器に対する有効な防御法は存在しません。何らかの目処が立つまで先ほどのオービタルフレームには近づかないことをお勧めします。何か方法は？とにかくジェフティはミニマムセット以外のシステムプログラムが何もインストールされていないのが現状です。何か該当する機能モジュールがあるかもしれません。まだ取得していない機能モジュールを探しましょう。D07 区画より SOS 信号を確認。敵ラプター部隊によるコロニーシャフト自体への攻撃が開始されています。コロニーシャフトが破壊された場合コロニー自体への甚大な影響が懸念されます。なんてことは。レオ早く助けに行かないと。 D07 区画をマーカーで示します。
しました。戦闘態勢を解除します。戦闘態勢に入りました。ドローンシャフト損傷、損傷拡大しています。コロニーシャフトへの攻撃が停止しました。当面の危険は回避されたものと思われます。おめでとう、レオ。助かった。
取得しました。メタトロンも取得しました。プログラムを取得しました。モジュールを取得しました。
除されました。パスコードを取得しました。プログラムを取得しました。メタドローンを取得しました。
制を解除します。戦闘態勢に入ります。
コロニーへの被害増大中。戦闘態勢に入ります。デバイスドライバーを取得しました。デコイって電子的な意味で、一時的にジェフティの幻影を作り出す機能です。センサーを使用する多くの敵の攻撃を一時的に退けることができます。ということは、さっきの巨大な敵の攻撃も確証はできませんが、対抗することができるかもしれません。よし、行ってみるか。取得しました。
でこんなひどいことをする。そうね、私を倒せばラプターは制御を失う。どうだ、戦うか。の無人機をコントロールしていた模様です。じゃあこれでもうコロニーは少なくともこのエリアについては救われたことになります。まだ他に敵はいるって。そう考えるのが妥当です。今度は破壊しろって言わないのかい。言えば破壊するのですか。いや、今までの行動から人間の命を守ろうとするあなたの行動原理を理解はしています。非合理的な行動ですが仕方ありません。